隣のグルメバーガーとは違う、本当にアメリカの田舎にあるような、まあ、ここもそうなんですけど、をまあベースにして、なんかここは、いわゆるジェネラルストアって言って、まあ、生活雑貨、まあ、アメリカの田舎とか行くとよくあるんですけど、まあ、日本でも、なんていうんですかね、酒屋さんがコンビニに転身したりする前の店って、お酒も売ってるし、お米も売ってるし、洗剤とか文房具も売ってるしみたいなって見たことないですか、ね、田舎行って。でもなんか、でも東京でも映画に出てきた感じで、そう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 、昭和の頃にあったようなのが、はい、いわゆるそれにもアメリカにもそういうのがあって、はい、まあ、そういうのがだんだん進化して今のコンビニになってるんですけど、もともとのそういうものをちょっと僕なりに表現した。
ってあのね、ハワイでもあるじゃないですか、はい、